仙台市交通局新寺出,出張所は宮城県仙台市若林区新寺一丁目市の32ある仙台市交通局自動車部の出張所、霞の目営業所管理。この敷地は1909年に創業した仙台ガス株式会社が1910年石炭によるガスの生成及び都市ガスを供給する工場として設置した同社清水工事工場があった場所である。 1941年、仙台市に買収されて、仙台市電気水道事業部ガス事業所の工場として、1957年に原町工場へ移転するまで創業されていた。仙台市北東部と西部の一部を事業範囲としている。もともとは、新井寺駐車場として、仙台市ガス局工場があった場所に開設された。新井寺駐車場の拡張に伴い、 隣接していた仙台市ガス局所ルームが2004年に広瀬通駐車場の跡地へ移転している。駅周辺のバス路上駐車対策として宮城交通、山高バスなど他事業者も入居していたことがあった。2010年4月より東仙台営業所の業務委託の全顔として一部業務を宮城交通に委託することとなり、委託部分を担当する事業所として拠点分割し、 東仙台営業所管轄課の新井寺出張所として開所した。本来は2年後の2012年4月から東仙台営業所の委託を予定していたが、2011年6月に前倒しで委託事業所の振り替えが行われ東仙台営業所が委託化された。そのためあたり出張所はわずか1年2ヶ月で直営化され、長町営業所廃下に変更されたものの、 東日本大震災で被災し、閉鎖状態にある岡田出張所の機能を担うため、その10ヶ月後には、岡田出張所を受託する宮城交通が、改めて受託することになった。バスに描かれたマークは、うさぎ羊立つと変遷している。2012年4月現在、仙台駅に近いため出入庫系統はない。霞の目営業所の主幹路線である。基本的には、 霞の目営業所で折り返す航路だが、ニーデラ出張所霞の目営業所間を改装で、送り込み350系統となる航路も存在する。両系統とも霞の目営業所と共感。ありがとうございます。